ごめんね、また訓練に付き合ってもらっちゃって。少しくらい無理しないと。自分で立案した演習でみんなの足を引っ張るようなことがあったらまずいだろ。アルミ、お前は他人にものを教えるのは得意なんだから、もっと効率的な訓練内容を考えてたな。それをこいつに教えるつもりでやってみたらどうだ。で、同じ内容を自分もこなせばおのずと成果は出るだろう。教えるつもりでか。うん、やってみるよ。ありがとう、ジャン。効率を考えると今くらいの訓練がベストかな。ジャンの助言と君の協力のおかげでなんだかつかめてきたよ。聞きましたよ。次の演習計画はアルミンが考えたんですよね。お偉いさんにまで頼られるなんてすげえよな。で、どんな演習になるんだ。こっそり教えてくれよ。うん、構わないよ。僕が考えた演習は実戦を想定した模擬戦闘なんだけど。木で作った的を巨人に見立てての演習ですか。あれ狩りみたいでちょっと楽しいですよね。あ、でも今回はより実戦に近づけるために段階的に前線を移動させて。なんだかんだ言っても討伐数が多いやつが勝ちなんだろう。優勝者は何かもらえんのか。あ、いや、演習だから勝ち負けとかないんだけどな。あの二人勝手に盛り上がっていっちゃった。僕の説明少しは伝わったのかな。そうだね。でもコニーたちと話していて計画の改善点も見えてきたよ。一人で悩んでたらこんな前向きに考えられなかったと思う。君が一緒にいてくれて本当に良かったよ。あ、そういえばもうすぐ壁外任務もあるんだったよね。演習のことで任務がおろそかにならないように頑張らなくちゃ。しっかり頼むぜ。アイズを。よろしくな、僕も行くよ。しっかり頼むぜ。同行しろ。頼む、俺たちを守ってくれ。演習計画の内容をより良くするためにはこの任務での実戦経験が役立つはずだ。君の戦い方もじっくり見ておきたいな。参考にさせてほしいんだ。君が協力してくれれば演習計画の作成もうまくいくと思う。君は強いから。相手になるよ。よろしくな。任せておけ。救援要請だ。始末してやる。こんなもんか。よっと、あの色を助けに行かなきゃ。
拠点を作ってくれ。あっ、よっと、こんなもんか。始末してやる。しっかり頼むぜ。よし、いいぞ。よろしくな。わかった。相手になるよ。そらよ。やるよ。しっかり頼むぜ。拠点はここだね。始末してやる。固めろ。よろしくな。相手になるよ。こんなもんか。始末してやる。逃げたな。やるじゃねえか。すごいじゃないか。落とした。どうだ。このまま。始末してやる。片付けよう。間に合ったみたいだね。戦況は拠点はここだね。
よ。こんなもんか。相手になるよ。討伐完了。ちょっと片付けよう。拠点を作ってくれ。相手になるよ。やるよ。いい動きだな。俺も負けられねえ。ちょっと拠点は頼んだ。コニーよろしくな。分かったけ。してくれてありがとう。すごく参考になったよ。やっぱり訓練と実践はかなり違った。帰ったら演習計画を修正してみるよ。お疲れ様。この前の任務ではすごく活躍してたね。君の頑張りを見てたら僕も負けられないなって気になってきたよ。今ね、演習計画の改善点を洗い出してハンジさんと一緒に検討しているところなんだ。まだ演習を成功させる自信はないんだけど、でもなんとか乗り越えられるように全力を尽くすよ。